地球の100倍以上の大きさを持ち、重さは地球33万個分以上。莫大なエネルギーを放出し、地球を暖かく照らし、生命を育む太陽。身近な存在であるにもかかわらず、未だに解明されていない謎を多く持つ巨大恒星の不思議と、太陽の誕生から終焉について詳しく紹介します。地球から最も近い天体、それは月。地球と月の距離は38万キロメートル。旅客機で全速力で向かっても1年以上かかります。最新技術を使ったロケットでさえかかる時間は数日間。地球から月に向かうまでに、そこに広がる空間は寒く暗く真空の空間です。何もない空間を漂うのはとても寂しく感じますが、実はそうではありません。宇宙空間には小さな塵や分子が漂っています。それがどれくらいの密度かというと、1センチ四方に分子1個ほど。宇宙が何もない空間に感じるのは分子の密度の問題であり、例えば地球上の大気には1センチ四方に3000兆個の1万倍の分子が入っています。地球と月の間の空間だけではなく、広大な宇宙を見ても空間には分子が存在しています。宇宙空間に漂う分子を挙視的に見ると、密度が濃い部分と薄い部分が存在します。密度が薄い部分の分子の濃度は角砂糖4つのエリアに分子が1個ほど。一方、分子の密度が濃い部分になると、角砂糖1つに1000個ほどの分子が入っています。このように分子の密度が高い部分が分子雲です。分子雲はその名の通り分子の雲。分子雲を観察すると、それはまるで宇宙空間に漂う雲のように見えます。雲といってもそのサイズは超巨大。小さいものでも15光年、大きいものでは600光年にもなります。密度は圧倒的に小さいものの、サイズが巨大で、その質量は太陽の1万から1000万倍です。分子雲の主成分は水素が 71%、 ヘリウムが 27%、 残りの 2% は小さな塵です。通常分子雲は漂う分子のガス圧と重力のバランスが釣り合い、塊になることはありません。分子雲の形は様々であり、望遠鏡で観察するとその姿はまさに神秘そのものです。分子雲は非常に安定していますが、その安定は永遠ではありません。分子雲同士がぶつかったり、近くで超新星爆発が発生したりすると、分子雲が揺れ動きます。すると今まで保っていたガス圧の圧力と重力のバランスが崩れ、ガス圧が重力を支えきれなくなった瞬間に分子雲は収縮し始めます。言葉で説明すると、この期間は一瞬ですが、分子雲が重力崩壊を始めるまでにかかる時間は約1万年です。分子雲が収縮を始めると、分子の密度が濃い部分を中心に雲が丸く固まり始めます。この中心部分が分子雲のコアです。分子雲のコアが形成された後も重力崩壊は止まることはありません。重力崩壊が進んでいくと、星のコアの温度が次第に上昇していきます。これは摩擦熱ではありません。分子雲の各分子は重力のポテンシャルエネルギーを持っていて、コアに落ちることでエネルギーを電磁波として放出します。初期の頃は放出された電磁波はそのまま遮られることなく宇宙空間に放出されていました。しかし次第に分子が凝縮を始め、電磁波に対して不透明になっていきます。電磁波としてエネルギーを放出できなくなると、電磁波が熱に変換され、分子雲のコアの温度が上がり始めます。その温度はマイナス210度からマイナス170度ほど。宇宙の温度がマイナス270度以下なので、分子雲のコアの温度は高温です。コアに溜まったエネルギーは放射によって主に赤外線として放出していきます。分子雲のコア温度が上がっても重力崩壊は止まりません。分子雲に含まれた分子がコアに向け落下を続け、コアの温度は上がり続けます。コアの温度が1750度を超えると、水素やヘリウムがイオン化します。イオン化するためにコアのエネルギーが消費され、重力崩壊がさらに加速されます。崩壊がどんどん加速していくと、次第にエネルギーが宇宙空間へ放出されなくなり、分子雲コアの温度が上昇。こうなると内側のエネルギーと重力ポテンシャルエネルギーが釣り合い、重力崩壊が停止します。すると崩壊エネルギーがコアを中心に回転するエネルギーへと変化し、分子が円盤状に回転を始めます。
そして回転軸の2方向に向けてイオンのジェットが放出されます。この状態の天体をハービック・ハロー天体と呼び、コアの周りにできた円盤を星周円盤と呼びます。コアから伸びる雲の様子はとても神秘的です。円盤を作った分子雲のコアは円盤から降ってくる物質を吸収し巨大になり、コアの温度がさらに上昇、約1000万度ほどになるとついにコア中心で核融合を開始、現在のような光り輝く恒星が誕生します。こうして地球を明るく照らす太陽が形成されました。太陽の直径は140万キロメートル、地球を100個以上並べてもなお太陽の方が巨大です。重さは地球の33万倍であり、太陽の質量が占める割合は太陽系全体の 99.86%、 要するに太陽系の重さのほとんどは太陽ということです。重力によって気体がまとまっているため形はほとんど完全な球体となっています。太陽の最も表面の構造は彩層です。密度が非常に薄い大気となっていて、温度は5500度ほど。皆既日食の時に美しい模様を描き出して光り輝くあの部分です。彩層の下には光球があり、これがいわゆる太陽の表面です。太陽はガスで作られており、本来表面は存在しません。一方光球は不透明なガスで作られていて、光球の内側の光は外側に届きません。太陽を観察するときに見る光は光球から出てくる光であり、光球が太陽の表面となります。太陽表面から中心に突入していくと、光球はたったの 300km から 600km の厚さで通過し終え、続いて対流層に到達します。対流層は原子がプラズマ状態になっていて電磁波が遮られます。よってコアで作られたエネルギーは電磁波として対流層を通過できません。一方対流層は深い場所で温められ表面近くで冷却されるため、ぐるぐる循環しています。この対流によって太陽が生み出すエネルギーを太陽表面まで伝達しています。厚さ20万キロメートル、地球5周分の距離にもなる対流層を越えて深く潜ると、太陽で最も分厚い放射層があります。その厚さは40万キロメートル。対流層では湧き上がる温泉のように下部の熱を上部に伝えていましたが、放射層には対流はなく熱は放射によって伝達されます。一方放射層は電磁波を通すとは言っても電磁波が通りやすいわけではありません。放射層を通る電磁波はあちこち前に進んだり後ろに下がったり横に移動するなど飛び回りながら放射層を進みます。放射層の厚さは40万キロメートル、電磁波の移動速度は秒速30万キロメートル。放射層の距離を直進できれば1秒ちょっとで到達できます。しかし放射層に入った電磁波は寄り道を繰り返し、放射層を抜けるのにかかる時間は17万年。今日地球を照らしていた太陽の光は17万年以上前に作られた光というわけです。放射層を抜けるとついに太陽の中心部コアに到達します。コアのサイズは直径10万キロメートル、地球8個が横に並ぶ大きさです。コアの温度は1500万度と超高温。成分は水素7割、ヘリウム3割。1秒間に6億トンの水素を消費し核融合を行っています。コアは莫大なエネルギーによって膨れ上がろうとしていますが、太陽の重力によって物質が押さえつけ、ちょうど釣り合うことで太陽の球体を保っています。核融合の出力は一定ではありません。コアの出力が上がるとコアが少し大きくなり圧力が低下、これによって出力が低下します。太陽は自らの重力と物質によって核融合反応の出力を安定させているのです。空を見上げればいつもそこにある太陽、地球に最も近い恒星でありながら現在でも未解決の問題がいくつもあります。その一つがコロナ加熱問題。太陽表面の温度は約6000度、しかし太陽から吹き上がるガス、コロナの温度は100万度。一見単純に解決しそうですが、現在でも解決できていない物理現象の一つとなっています。コロナが発生するエリアは太陽表面から数十キロメートルから100キロメートルほどの薄い層です。これがどれほど不思議なのかというと、発熱電球のガラス部分よりもガラスに近い空気の温度が圧倒的に高くなるのと同様です。
コロナの温度を維持するには莫大なエネルギーが必要です。しかしそのエネルギー源が何なのか全く分かっていないのです。現在この問題を解決する候補として有力なものに磁気リコネクションがあります。電導性が高いプラズマ中で磁力線がつなぎ変わる現象であり、磁場エネルギーが運動エネルギーや熱に変換されます。磁気リコネクションによって太陽の少し外側が表面よりも高温になるという一つの理論が考えられているのです。現在世界中で研究が進む核融合発電、核融合の維持には磁場によってプラズマを閉じ込めることが重要です。一方プラズマによって磁気リコネクションが発生し、磁場によるバリアが崩壊し、長時間プラズマを閉じ込められないことが核融合炉実現の大きな課題の一つとなっています。コロナ加熱問題と核融合発電技術は密接に関連しているとも言えそうです。活発に活動を続ける太陽、しかしその寿命は永遠ではありません。1秒で6億トンの水素を消費していく太陽は次第に燃料が減り、核融合の出力が低下します。すると内側から反発する力が小さくなり、太陽自身の重さによってコアがより強力に圧縮されます。この結果コアの温度が少しずつ上昇していきます。実際に太陽が核融合を始めた頃に比べ、現在では 30% ほど明るくなっています。太陽が明るくなっていく現象は今後も続き、今から50億年後には太陽は今の2倍ほどの明るさで輝きます。太陽の明るさが最大になってから10億年ほど経過すると、コアの水素が減っていき、水素の核融合によって生まれるヘリウムが増えていきます。水素よりも重たいヘリウムは水素を押しのけコアを支配、水素はヘリウムコアの外側に押しやられます。押しやられた水素はコアの外側で核融合を始め、太陽は急速に巨大化します。巨大化した太陽のサイズは水星と金星を飲み込んでしまうほどです。それからしばらくすると水素の核融合は終了し、星は急速に縮みます。星が縮むことでコアが急激に圧縮され、今度はコアのヘリウムが核融合、再び太陽が明るさを取り戻します。ヘリウムの核融合によって酸素や炭素が生成され、水素の時と同じようにヘリウムより重たい酸素や炭素でコアが満たされ、再び太陽は急速に膨張。このように太陽は膨張と収縮を繰り返し、次第にガスを放出し、最終的には太陽のコアだけが残ります。残されたコアがむき出しになった天体、これが白色矮星です。もともと星のコアである白色矮星の温度はまさに超高温。白色矮星の周りを公転する惑星があるならば、太陽と同じような安定したエネルギー源になるほどです。白色矮星となった太陽はすでに核融合は停止済み、新たにエネルギーが生み出されることはありません。赤い鉄が次第に冷えていくように、白色矮星もまた電磁波を放射しながら冷えていきます。放射する電磁波は温度に依存し、温度が高い時には X 線、温度が冷えるにつれ紫外線、可視光線と徐々に放射エネルギーが減っていき、赤外線を放出する頃には肉眼では見ることができなくなっています。さらに冷えていくと電磁波の放射は完全に停止します。電磁波を一切放出しない暗く冷え切った星、これが黒色矮星です。このように燃料が尽きた太陽はコア以外をすべて放出し、残ったコアも完全に冷え切って黒色矮星となり、宇宙空間を漂います。冷たい真っ黒の塊となった太陽のコアはさらに長い時間をかけ、量子のトンネル効果によって次第に純粋な鉄の塊へと変化していきます。そして大統一理論が予測する通り、もし陽子にも寿命があるならば、鉄原子を構成する陽子や中性子は電磁波に変換し崩壊、最終的に太陽は跡形もなく消えてしまいます。宇宙誕生から現在までその期間は138億年、それはあまりにも長い時間に感じますが、白色矮星にとってみれば一瞬に過ぎません。なぜなら白色矮星が冷え切るのにかかる時間は1000兆年。白色矮星が冷え切った天体には黒色矮星という立派な名前がついています。しかし138億年という若いこの宇宙には、白色矮星が冷え切った天体は未だに存在していません。そんな黒色矮星が純粋な鉄の塊に変化し電磁波だけの存在になる未来、それはあまりにも遠く想像を超えてしまいます。
今後1000兆年ほど存在し続ける太陽の明るく輝ける時間はたったの100億年。長い宇宙の時間を考えればとても小さな存在である太陽。しかし私たちと地球生命を温める輝きは絶大です。壮大な宇宙を知れば知るほど私たちの存在は小さなものに感じます。そして明るく輝く太陽がいつか終焉を迎えるように、私たちの命も永遠ではありません。命の温かさもいつか終焉することを知っている私たちは、太陽と同じように今を熱く輝き、愛する人たちを明るく照らすことが大切であるように感じます。日本科学情報は声で科学を聞く放送をスタートします。動画の内容をより分かりやすく気軽に聞ける内容にしています。通勤通学、そして家でゆっくりくつろぎながら楽しんでいただけると嬉しいです。詳しくは概要欄のリンクを見てみてください。またこの動画が面白いと思ったらグッドボタンもお願いいたします。日本科学情報の午後正午、いつも応援ありがとうございます。